柏木、結婚、おめでとう。あ、間違った。アイドルグループ、AKB48 を、卒業、した柏木由紀ゆきさんに対して、総合プロデューサーの秋元康さんが卒業公演で送った手紙の一部記述が SN、SNS 上で物議を醸しています。画像、秋元康の手紙にある、冒頭の一文。卒業公演で秋元康さんから手紙のサプライズ。柏木さんは、 2007年に15歳で AKB48 の3期生としてデビュー。2010年には派生ユニット、フレンチキスを結成し、2013年にはソロ歌手としてデビューするなど、活動の幅を広げてきました。AKB48 の在籍期間は約17年間と歴代1位で、参加した AKB48 選抜総選挙は全て9位以内にランクインするなど、高い人気を誇っていました。 2024年4月30日、柏木さんは AKB48 劇場、東京・秋葉原で、AKB48 柏木雪卒業公演に出演。アンコールでは、秋元康さんから手紙のサプライズがあり、AKB48 の向井千美音さんがその手紙を代読しました。柏木、結婚、おめでとう、の書き出しが物議。手紙の冒頭は柏木 結婚、おめでとう。あ、間違った。卒業、おめでとう。との言葉で始まり、いろいろ、お祝いメッセージを頼まれるので、混乱してしまった。すまん、との訂正が入っています。その後の本文の内容は、3期生オーディションに来た時の柏木さんとの思い出や、彼女のアイドルとしての思いを綴ったもの。柏木、いつまでも、お幸せに。じゃなくて、いつまでも、応援しています。 との言葉で締めくくられていました。SNS 上では、手紙の内容には賞賛の声も見られる一方で、冒頭部分が批判を集める事態に。結婚、という言葉を持ち出したことに、一行目から昭和丸だし、最初の一問言いやすぎる、結婚の下り不要、一般的な会社ならば、セクハラになって懲戒になるレベルだよね、などの声が集まっています。ネトラボ。